コカウ。会社は明るく社長は男。広間総合テコカウ。機械は最新、社屋は斬新。広間総合テコカウ。作る喜び男の仕事。可愛い女性も活躍中。広間総合テコカウ。さあ一緒に働こう。よし清松のあなたの未来。ある時は鉄工所の親父、またある時はラジオのパーソナリティ。そんな吉井清松が、その豊かな経験と人生哲学で、あなたの明日をクリエイト。吉井清松のあなたの未来。始まりまーす。清松総合鉄工。大分県で一番有名な社長、吉井清松です。せーの、いいね。皆さんこんにちは。アシスタントの松本久美子です。はい、どうされました？いやいや、普通僕がせーのって言って、いいねって合わせるんだけど、先に松久美がせーのって言い始めたから俺黙っちゃったっていう。なるほどね。長年やってるのにね、今日どうしちゃったんでしょうね。まあ、こんなこともあるさみたいな。そうですね。まあ早いもので12月、はい、もう ね、第1週、あともうほん残すところあと4週しかないっていう、はい、そんなもう押し詰まってしまったって言っても過言ではないですよ ね。もう皆さん忘年会早々とされたり、うん、これからという方もいらっしゃると思うんですが、ね、たくさんいると思いますよね。なんと清松総合鉄工株式会社も、はい、大忘年会を行います。はい、12月30日、はい、10時からマルシェみたいなところは開いてまして、1時半から本格的に会場で、2時から開演という流れになってます。まあ、まだまだ新しいいろんなね、パフォーマーさんがもう俺も出してよっていうのがまだ鳴りやんでないんで、もしかしたらどんどんこう時間が長くなっていくかもしれませんけども、はい、今のところ、2時開演のつもりで僕やってます。はい、まずはね皆さんお日にちだけ、チェックしておいてください。12月の30日でございます。はい、はい、楽しみにしておいてください。そして年が変わって、うん、まあ、来年の話ですが、そうですね、2023年一番最初の朝礼って言ったんですか？そうですね、年初の朝礼を1月5日に行いますので、まあ、お近くの方もしくは一度ぐらい見てみたいなっていう人、ぜひ来てください。実を言うとですね、今回 の大忘年会もそうなんですけども、参加条件として、月初の朝礼に来たことがある人っていうのを入れさせてもらってますんで、はい、まあ、朝礼も一回も来てないのに、まあ、忘年会だけ来るなんていうのはちょっとおかしいなっていうことで、朝礼来た人っていう、まあ、そういう縛りがございます。その意味でも一度だけ来れるというタイミングだったら1月5日、まだお正月の休み中だから来れるなっていう人いるんじゃないかなと思ってますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、もう年の初めですからまだ松のうち、はい、ね、おとそ気分が抜けないうちですけど、はい、まあ、もしかしたらお餅があったりおとそがあったり、うん、お年玉があったりおとそはありますんでぜひ、ね、はい、はい、月初の朝礼、年初の朝礼は来年1月5日ということです。はい、はい、じゃあ今日の話何しようかなと思ったんですけども、はい、ロシアとウクライナの問題今年中に決着つかなかったですね。うん、当初ロシアは、まあ、3週間ぐらいで決着つけて、ウクライナ一部を併合してっていう、なんそんな心づもりで始まったような感じがしてたんですけども、まあ、思わずとも、ウクライナの抵抗にありまして、今年中には決着つかないっていうことがもうほぼ決定してない、してしまったという感じですよね。ね、これで僕何を言いたいかっていうと、今行われている戦争について僕はもう何にも口を挟める立場にないんですけども、たった一つ言えるのはこれ歴史に学ぶべきじゃないかっていう話です。うん、というのも実は1979年の12月24日、はい、のことなんですけども、ソ連軍がアフガニスタンに侵攻したっていうことがあったんですよ。うん、ちょっと記憶にある人はあるんじゃないかなと思うんですけども、それアフガニスタン侵攻して、まあ、そのアフガニスタンの、まあ、抵抗にあって、結局10年間、
戦争が終わらなかった。その間何が起こったかっていうと、ソ連のゴルバチョフ書記長って覚えてます？ね、この前亡くなりましたけどね。この前亡くなったばっかりの人。ペレストロイカですね。ペレストロイカの人。はい、うん、その人に、やっぱりこう、経済的ないろんな制裁を受けて、ソ連が本当に、食料もなくなってしまって、そういう、その時に、みんな、の気持ちはソ連、共産党から離れてゴルバチョフの新しい、政治に移っていって、ゴルバチョフが、書記長になった、うん、というのが1985年のことだったんですよ。結局このアフガニスタン侵攻したことによって、生活、みんな民主の生活が成り立たなくなって、ゴルバチョフ書記長が生まれて、そして、ペレストレカを、まあ、ベルストロイカって意味は立て直しっていう意味なんですけども、そういう今まで嘘の報告ばっかりだったんだけど、それ、民衆と本当に話し合いましょうっていうことで、民衆とちゃんと話をするっていうのがこのゴルバチョフ書記長だったんですよね。でもまあこの人はあんまり運が良くなくって、1986年4月26日には、チェルノブイリ、ね、その大爆発がございまして、ね、その後、情報公開がやっぱり必要なんだっていう、その、チェルノブイリの時もいろんな人に聞くけど何の影響もございませんっていう返事しか返ってこないんですよ。ゴルバチョフが心配して聞くけど、そんな、正しい報告じゃなくて取り繕った報告書しか出てこなくて、それで豪雨に癒して、情報公開が必要なんだ、グラスノスチが必要なんだということで、まあ、情報公開を進めていった。そして1988年の5月15日にソ連がアフガニスタンから撤退する。で、権威を失ったロシア連邦は次々周りの国が独立をしたっていう、そういうのを覚えてますよね。バルト三国をはじめのはじめいろんなところが、独立しました。ベルリッシュ、ウクライナ、モルトバ、ジョージア、アルメニア、アゼルバイジャン、カザフスタン、ウズベキスタン、トルクメン、タジキスタンなんか、まあ、ちょっともう口もまめらないぐらい多くの国がその時にロシアからソ連から離れて独立したっていう、まあそういう大失敗が、1979年に起きてんです。まあ今回同じことが起きるんじゃないかなって僕思ってんですよ。実際のところ過去の例から学べば、同じことが起こるんじゃないかなっていうふうに思ってますんで、じゃあもうちょっとロシアの人たちもこう過去の例、歴史にちゃんと学んで、今やってるのって本当に愚行なんだっていうことをちょっとだけでも考えてもらえれば、なんか平和に向かって進むんじゃないかなって、そんなふうに思います。続いて後半は、ヨッシー清松の幅広い交友関係の中から素敵なゲストをお招きしてスペシャルトークをお送りします。ゲストさんいらっしゃい。さて今日のゲストはカウンセラーで講演家でいらっしゃいます、川村真由美先生です。はい、真由美先生いらっしゃい。はい、よろしくお願いします。ね、今日はね、ズームで、はい、先生来ていただいてるんですけども、ね、はい、この前、お願いした時になかなかこう、大分で来れないっていうことで、はい、10月30日のうちのイベントに来てくれたんですよね。はい、そうです。ね、その後、まあ、なんか時間できたらとか思ってたんですけど、なかなか時間が取れようはなくて、お互いに。で、はい、もう今日になってしまいました。本当に申し訳ございません。いえいえ、ありがとうございます。はい、お忙しい中、ありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございます。ちなみに、真由美先生、今どこにいらっしゃるんですか？ですね、石垣から帰ってきて、今は東京にいます。すごいですね。すごいですね。石垣島ですよ。うん、南の。石垣島と東京を股にかけてね。はい。いやいやいや。そうなんですよ。はい。生活が半分半分なんですね、拠点が。そうですね。半分半分ですね。はい。じゃあ、真由美先生のことをさ、知らない人が多分、いらっしゃるんじゃないかなと思いますんで、はいはい、ちょっと先生の、こう、どんなことをやってきて、どういう人なんだっていうのを、ちょっとマスコミの方から
プロフィール読んでもらっていい？ありがとうございます。はい。カバ村真由美さん。お名前はですね、カオルという字に葉っぱという字に村というね。そうなんですよ。はい。珍しいカバ村真由美先生なんですが、真由美先生の愛称で全国を飛び回ってる熱い元小学校教師の方でいらっしゃいます。実はですね、三重県で行われました第1回先生見本市、まあ、つまりですね、現在の憧れ先生プロジェクト。これで講師をお務めになりまして、その時のお話が多くの方々に感動を与え、その後全国から講演依頼が殺到。講演活動はもう全国47都道府県を全て制覇されてまして、これまでに800公演、8万人の皆様に、まあ、講演を伝え、うん、で、思いを伝えてこられました。で、著書もね、お持ちでいらっしゃいまして、2017年にはですね、子供たちの光る声というね、本を出版されまして、日本、メンタルヘルス協会の公認心理カウンセラー。そして今お話がありましたように、石垣島と、そして東京、半分半分の生活をされながら、まあ、実際はね、講演活動で全国を飛び回ってらっしゃるという、お忙しい先生です。そうです。とてもお忙しい先生なんですけども、講演活動をやめられたって、ね、今年の3月でしたっけ？そうです、そうです。講演活動は一応もう引退をしました。どうしてやめられちゃったんですか？まあまあいろんなことあるんですけれども、まあ今はそのあり方の教室の講師と、そしてやっぱり石垣島っていうところに恋をしてしまって、そこでリトリートをするという、ちょっとゆったりとした生活の中で思いを伝えていこうかなと思いました。今、リトリートという言葉が出てきましたけど、これはどういうことなんですか？はい、リトリートは、その私が大好きな石垣島の場所とか、人とか、物とか食べ物を紹介していく、その本来の自分に戻っていくというような、そんな、ことをするのがリトリートなんですね。うん、コロナ禍でね、自分の生き方とか生活を変えてみようって思った方多いと思うんですけど、はい、真由美先生がこのリトリートっていうのに取り組まれたのはコロナに関係なくも前からですか？そうですね、私はもうずっと前から、小さい頃から海が見える場所に住みたいっていうのはずっと思っていたんですね。はい。だけどこう47都道府県の講演活動が終わった時に、ちょうどその頃石垣島に講演に行った時に、あ、もうその場所がもう本当に大好きになってしまって、うん、自分はここで自分で生活、残りの人生生活をしたいというふうに思ったんですね。すごいですよ ね、そういう思いが、思いの方で、ここで生活したらこうなるとか、そういう打算なくこう、それを決められていってるんですよね。そうです、そうです、本当にそうです、もう、ここでっていうところがあって、やっぱ自然が大好きだったんですね。でもなんか人って、なんか計算するじゃないですか、ここで生活してたら、収入あるんだろうかとか、はい、ここで生きていけるんだろうかとか、誰もここに来てくれるなんじゃないか、うん、特にね、都会だったらまだしも、東京とかだったらまだしも、石垣島までわざわざ真由美先生、いくらしたてでもなかなか来てくれないんじゃないかとか、いろいろ考えると、二の足踏んじゃうところってたくさんあるんじゃないかなと思うんですけども、はい、そこら辺、全然考えずに飛び込まれたっていうことですか？そうです。もう本当に、もうその気持ちだけで、本当にもうワクワクして止まらなくて、どうやったらお金になるのかなとか、もう全く考えなかったんですよ。でも最近ね、毎日海で泳いで、はい、その水着姿をこう、Facebook にアップされてるんで。本当にそうです。今でも、もう28度ぐらいあって、朝起きて、はい、本当森の中っていうか、もう目の前はバナナの木とかいっぱいあるところね、の外でご飯を食べて、ちょっとでも目を離すと、カラスが取りに来るという、そんなところで朝ご飯食べて、そのまま海に行って潜るというような生活をやってきてたんですよね。いや、羨ましいんですけど、まあ私なんて凡人ですから、まあせめて、まあそのね、1年に3日ぐらい遊びに行ってっていう感覚なんですけど、はい、真由美先生ってその、もう決められたらスッと行動に起こされる方なんですね。そうですね。どっちかといえば自分の、社長さんと一緒です。もう、自分で決めたら直感で、パッと動く方ですね。うん、そうですね。出なかったら新しいことできないですよね、いろいろ。はい、もう、うん、本当にそうです。この間も社長さんのね、5周年記念ですか、ね。はい。行った時にも、
ね、あの朝礼の話を、そうですね、はい、あの紹介しとかないと分かんないと思いますけども、あの清正総合鉄工、あの公開朝礼ずっとやってて、それが、はい、5周年記念を迎えたんで、10月30日に、朝礼5周年記念と出して、イベントを行ったんですよね。その時にやっぱり朝礼といえば、真由美先生だろうと思って、真由美先生来ていただけますかって言ったら、ここでよく来ていただきましたんでね、はい、もうあの朝礼はすごく感動で、私はクラスの中で小学生の子どもたちに朝礼をして、できる、あなたは絶対できるって、子どもたちの未来に向かってできるよっていうふうに伝えてきたんですけど、それが大人になっても会社でもあのされているっていう、あの光景はもうすごくもびっくりして感動でした。もう涙が溢れてきて止まらなくて、ね、あのそうですよね、子供ってこう大人の承認欲求で言うことを何でもあのやっちゃおう、 やらなきゃって思うかもしれんけど、大人になってしまうと逆にこう、はい、承認欲求が逆にあの反対側に出て、人の言うことを聞いてると、なんか、バカにされてるみたいな感じになっていくじゃないですか、はい、うん、それをこういかにこう解きほぐしていくかっていうのが、やっぱり朝礼な、あの朝礼なんてね、うちの会社のね。そうですよね、もうなんかあの前に書いてありましたよね、会社はあなたを認めている。あ、そうですね、もうね、あの言葉は、いやどれだけやっぱりあそこで勤められている方々のこの背中を押しているのかなっていうのをすごく考えましたね。ありがとうございます。本当にだから、あの社長さんがやれるよ、もう本当思ったらまずやってみよう、ってまず行ってみよう、まず感じてみようっていうのは、私の人生においてすごく大切にしていることです。そうですね。で、まあ、真由美先生と僕が、あの、たまたまね、あの、ベクトルが一緒なんですよね。あの、先生がなさろうとしていることは、僕は自分の会社でやろうとしてるし、僕がやろうとしていることって絶対、河村先生がこう、目指そうとしているところじゃないですか。はい、そうです。だから すごくこう、あの そこのベクトルが一致してるなって感じたんで、一つ前、8月ぐらいでしたっけ、先生の講演会に初めて僕、お邪魔させていただいたのが、はい、その時に、あ、この人絶対同じ匂いがするわと思って、で、先生のとこ行ってね、先生に声かけて、もううちの会社でも、ぜひとも先生、あの、講演してもらえませんかって言ったら、心よく言われて、はい、それで10月30日の、はい、月初の朝礼に、5周年記念で来ていただけたんですね。はい。もう本当に、あの、なんて言うんですかね、あの、言葉だけではなくって、私は、もうその朝礼だけじゃなくって、あの、レノンウォールですか、はいはい、もうあれにもすごい感動して、なんか思っていることをすぐにやっぱ行動されているっていうのを私は大切にしている。社長さんも同じじゃないですか。そうですね、これやったら面白い、もうあれにも感動しました。これやったら面白いかもって思ったら、もう すぐなんか僕、あのすぐあのフェイスブックでこれやるからって言っちゃいますもんね。そうです、そうです。なんかそれがなんかこう、あ、もうこう目の前にそうやって本当に今でも走り続けている方がいらっしゃるんだなって思うと、すごい勇気になりますよね。希望ですね。はい、はい、ありがとう、うん、あの真由美先生カウンセラーでもいらっしゃるんで、はい、伺いたいんですけど、まあ、もともと学校の先生教師をなさっていて、でそれから講演活動をなさって、はい、本をお書きになって、はい、そして今は、はい、石垣島にいらっしゃるわけですよね。はい、環境を変えると言いますかね、仕事を変えるとか、はい、生活する場所を変えるということの、はい、まあ、効果っていうか、うん、それと決心するポイント、うん、これをちょっと教えていただきたいんですが。はい、なるほどですね。あの、よくそれは聞かれます。どうしてそれだけの決心がな、うん、できたんですかっていうふうに聞かれるんですけど、はい、もうそれは多分社長さんも同じだと思うんですけど、なんかパッとやっぱひらめくんですよね。はい、学校の教師も、あ、もっとたくさんの人たちに伝えたいっていう心の声が聞こえてきたら、もうそれに自分は、まあ、嘘をつけない、正直にそこに進んでいく、うん、石垣島に降り立った時にここに住みたいって思った瞬間に、私は不動産屋さんに行ってお家を借りたいって思ったんですね、はいはい、なんかすごい自分の直感をすごく大切にしてきた、うん、でそれが本当にワクワクするものであったから、だから自分の中でやっぱり未来は絶対自分のワクワクするものしか訪れないっていう、どっかで
根拠のない自信があるんですよ、それがなんか私を前に進めてきたんじゃないかなっていうふうに思います。そうですね、変わりたいけど変われないって思い込んでる人あんまりにも多すぎますよね今ね。そうですね、はい、自分の人生変えたいならまず、自分が変わらないといけないのに、なんか、周りからこう変えても、私を変えてくれる人いないだろうかと言って探し回ってるじゃないですかみんな、はい、メンターみたいな言葉を言いながら、でも自分が変わろうという意思がないのに、どんな素晴らしいメンターと出会っても変わらないんですよね、まず、例えば、引っ越してみようとか、自分の環境を変えることから、まずやってみないとダメなんですよね。はい。もう本当にそう。もう本当にそう思います。まあ、そこでもう、全てを投げ捨てるってわけではなく、ちゃんとそれは、まあ全体的なことは考えてはいきますけれども、でも一番大切にするのは人生においては、自分の気持ちでしたね、まあ、そのご自身のお気持ちで講演活動を、まあ、一旦クローズされてですね、多分ファンの方、また先生、先生からこう勇気をもらった人って続けてほしい、もっとメッセージを私たちにくださいっていう方は全国にたくさんいらっしゃると思うんですよ。で、これからですね、どういう形で活動を行っていかれるのか、今後のことをちょっと教えていただけますか。はい、ありがとうございます。まあ、活動の場は、講演という場はなくなったんですけど、私は講座をやっていて、あり方の教室とか、大人の教室っていうのをやっていて、そこで、私のお話っていうのも、聞くことができますし、先ほど、社長さんと出会ったご縁紡ぎ大学でも、講師をさせていただいてるんですね。なので、そういった講師の場はあるのと、石垣島に来ると、2泊3日ずっと一緒に生活をしながら、私がいろんなことを経験したことを語るという場。だから、今まで広かったんですけど、今回は狭く、コアな、本当に深くっていう場所を、作っていきました。いやいや、連れられてくる人なんかいらなくって、ね、まゆみ先生に会いたいと思って本気で、旅費使って来てくれる人を大切にしたいっていう、そういう感じかな。そうです。そうです、そうです、とてもチャーミングな方ですね。そうですよね。はい。水着姿も素敵なんですけども。よからぬことを考えてるかもしれませんが、よしを浄化するためにぜひ石垣に呼んでください。はい、はい、もうぜひ来られてください。はい、この番組ですね、あなたにとって未来とは、という質問で締めくくることになってます。まゆみ先生にとって未来とは。はい、私にとって未来とは、まだ知り得ぬ自分にワクワクすることです。はい。はい。そうですね。もう本当に、まゆみ先生の生き方を見てたら、もうその言葉しかないなって、僕も感じてます。はい、僕も同じようにね、明日の自分にワクワクしながら生きていきたいなって先生からも教わって、今はもうそれを続けてますんで、一緒にワクワクする、未来を、ね、歩んでいきましょう。はい。はい。また大分にもお越しになってください。はい。ぜひぜひ。ありがとうございます。はい、その時はちゃんと収録の時間作ってくださいね。もちろんです。もちろんです。はい。ありがとうございます。はい。今日はお忙しい中、ありがとうございました。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。世のため、人のため、そして己のために、を社長として、承認だけで成り立つ会社を目指します。競争鉄鋼株式会社、ここには夢がある。はい、川村先生、ズーム出演本当にありがとうございました。久しぶりにね、画面越しで、はい、で会えたんですけど、マスコミなんか初めて、そうなんですよ、お会いしたんだと思うんですけど、まあラジオなんであれですけど、まゆみ先生とってもいつもカラフルなね、明るい色のお色の洋服を着てらっしゃって、ね、でワクワクするんだっていうその気持ちが本当に彼女、まゆみ先生の人生をそのままそう象徴してるような、そんな気がしますよね。私の周りもね、今その
いろんなキャリアを積んでね、うん、まあ、もう一生食べていけるぐらい稼いで、うん、で、その後、やっぱり自然の中に身を委ねて生きていきたいっていう、今度その精神の充実っていうかな、そっちを求めてる人何かやっぱいるんですよね、うん。そうですよね。もうこれから、あの、風の時代って言われて、久しいんですけども、はい、やっぱ風の時代ってそっちの方が、大切なんだって、心の問題の方が大切なんだ。はい、今まではね、木の時代って、土の時代です。土、はい、土の時代で、こう、土地とかそういうのがとても大切だったんだけど、はい、もう風の時代になったら、こう、生き方とかそういうことの方が大切になるって、なんか言われてて、あ、そういう雰囲気になっていく人生を歩んでる人多いなって、もう最近思うようになりましたよね。まあまあ、私はまだちょっと土の中で一生懸命働いてですね、早く風の方に行きたいなと思ってるんですけどね。はい。そうですよね。で、あの、まあ、前半話してたことの続き、ちょっとだけ言わせてもらうと、はい、キューバ危機って知ってます？知らないですよね。生まれる前ですね、1962年10月16日から13日間のことを、キューバ危機って言ったんですけど、本当、この日は、核戦争始まってもおかしくなかったんですよね。キューバに、核ミサイルの基地ができた、できるって、できたという情報がアメリカに流れて、それに対して、こう、いかにアメリカは、対抗していくかみたいな、まあ、いわゆる有名な、ジョン・F・ケネディ大統領をはじめとして、まあ、みんながこう、頭を使ってやってたんですけども、こう、伝言ゲームみたいなことになってしまって、最後、それこそ核のボタンがに触れたっていう時があって、艦長と副艦長は同時にボタンを押さないと飛ばないんですけども、艦長の方は押せって、命令だから押せって言われたけど、副艦長、これおかしいですよ、この国に核を撃つ理由がないっていうことで、で、もう一回ちゃんと確認取ってくださいっていうことで、確認取ったらそんな命令誰かも出てなかったっていうことが、いわゆるキューバ危機の時に起きて、まあ今回なんか同じようなことにならないかなって、もうすごく不安でしょうがないんですよね。なんか毎日毎日、ミサイルがビルに突き刺さっている絵を見るんだけど、うん、もうどっちかって今 SF の映画を見てるような雰囲気であれ見てるでしょ。だから、その、現地の人たちって本当にまだ戦ってて、恐怖の中にいるのに、私たちはいつの間にかそこから離れてきているっていうのが、すごく怖いなっていうふうには思うんですよね。そうですね。まあ、そんなことで、僕、レノンウォールっていう、はい、そういう壁をうちの会社に作ったんです。はい、みんなが、すべての人が平和を望めば、戦争なんて絶対起きないんだっていう信念のもとで、僕、僕らは微力かもしれないけど、無力ではないことを示そうっていうことで、今、レノンウォールっていうのを作ってて、そのレノンウォールの書き込みも、我が、まあ、大忘年会では、皆さんに書いていただくつもりでいますので、ぜひとも、うちの会社、参加できなくても、レノンウォール課金だけでも来ていただけたらありがたいなというふうに思います。はい。まあ、このレノンウォールのレノンというのはもちろんジョン・レノンというところでございまして、ね、イマジン聞くと本当平和のことを考えるんですけど、ちょうど命日がね、そうですね、12月8日でございます。で、まあ、12月8日っていうのは日本にとってもパールハーバーという非常に歴史的な日であるし、で、特に今この、うん、今この時期ですね、今12月4日ですけど、人権週間でもあるんです、はい。まあ、いろんな意味でね、人の権利とか平和とか自由とか、うん、ちょっとね、年末ですけど考える時間も持てたら嬉しいなと思います、うん、はい、はい、それでは今日はこの辺で、お相手は吉井清松、松本久美子でした。せーの、いいね。